こんにちは、少し語りをしたいと思います。競技選手のね、少し、まあ、技術向上というかね、競技選手について、競技ダンスについてね、少し、講座を展開したいと思います。考えてみればですね、もう結構その競技人口というのがですね、やっぱり一般的にはもう本当に年齢が高くなってしまってですね、一昔前に40代50代でやってみえた方も本当にもう50代60代、60代70代というふうにですね、シニア、そしてもうスーパーシニア、グランドシニア、スーパーシニアかな、もうそういうですね、非常にね、将来ウルトラシニアなんていう、もう120歳以上とかですね、ありそうです。一人ですよ、120歳以上とかね、本当にありそうですけどもね。まあこれだけね、いろんなレクリエーションとかあるんですけど、どうして若い人たちはダンスをしないんでしょうかね。もっと本当に20歳、30代、40代の人口が何万人、何十万人となるとね、いいと切に心から願っています。本当にそうでないと、もう5、6年か10年経った頃には、それこそボクシングとかですね、スケートのようにですね、本当にもう特定の人しかやらない無形文化財みたいなね、感じになってしまうんじゃないかと本当に危惧しています。まあ僕の住んでる愛知県中部地方よりは東京の方が人口は多いとは思いますけれどもね、でも若い人はプロになるとかそういうことは多くてもね、なかなか生徒さん、若い生徒さんっていうのはね、少ないんじゃないでしょうか。もっと本当にね、もう潰れないようにですね、この社交ダンスというものが潰れないように、そしてまあ競技ダンスはその一つではありますのでね、いろいろですね、この講座においてはまあアマチュアの、まあ、B 級以下といいますかね、B 級、C 級、D 級、そしてナービス、ノービスですね、新人級、または E 級とか F 級とかね、団体によってはいろんな呼び方がありますが、そういう方たちの、スタンダードラテンを、通してですね、まあ、こんなことに気をつければいいんじゃないかというようなことを少し、ダンスを広める意味で、レッスンしてみたいと思います。思えば僕もですね、一応 A 級選手では、プロフェッショナル A 級選手ではありますけれども、なかなか頼りない、選手でね、成績も、ファイナルなどにはほとんど残ったことなく、惨めな、哀れな無力な選手でございますのでね、あんまり偉そうなこと言えませんけれどもね、なので皆様にはですね、やっぱりしっかり、本当に、この講座の僕に頼るんじゃなくて、ね、自分が習っている先生に、きっと競技選手の皆様は、それぞれね、ちゃんと信頼しているコーチに習っている、自分の所属の教室の先生に習っていると思いますけれどもね、どんどんやっぱりたくさんレッスンを受けてですね、いい自分なりの踊りを、模索してですね、いい成績を収めてほしいと切に願っております。まあ、その少しね、手助けになれるといいと思いますので、よろしくお願いします。ダンサー内藤でございます。今日はですね、まず最初としてですね、まあ通常もこの手のレッスンは姿勢とかから入ってゆっくり基本を説明したりして展開してるわけですけど、まああまりそういうふうには考えずにですね、美味しいとこだけをどんどん解説していきたいと思います。さてワルツですね、まあいろいろこのコンテストとか競技会とかですね、もうダンスパーティーもそうですけども、特に、競技会とかコンテストを見ておりますと思いますのはですね、もちろんご存知のようにライズ&ロアというものがあるわけですね。で、まあ、簡単に言えばそれが、結構不正確にね、どうしてもなってしまうと言いますか、競技会とかですとどうしてもですね、まあ強い姿勢とかですね、スピードのある動き、ダイナミックなこの踊りとかですね、そういうものを追求するので、例えばこの回転のですね、回転の精密なコースとかですね、綺麗なこの肘とかですね、そういうものがこう綺麗に円を描くとかね、そして今回説明しますこの、まあ、いわばスイングですね、スイングの軌道ですね、とにかくね、大きいスイングをするとかそういう問題ではなくて、それ以前の正確なコースを通るといいますか、スイングのコースですね、これをこういうことが結局今、先ほどちょっと述べ
夜の死の伝えようですね、どうしてもスピードのある動き、強い姿勢とか強い崩れないホールドという方にね、どんどん動くと、こういうふうに頭がいってしまいますので、いささかそういうスイングというものがね、スイングのコースですね、これから具体的に説明します。これはおろそかになるので、そちらの方をですね少し説明したいと思います。音楽が聞こえてまいります。超難しい話になりますけれども、高校生の時とかですね、理科とか物理で、こういう振り子のですね、図を見たことがあると思いますが、簡単に言うと一番上の支点から吊るされた、A とか、B、C はこの振り子を A の地点で手放した時のコースですね、振り子がこうブラーンと振れます。まあ、簡単に言うとこの一番下の部分の高さを0として、A の反対側の C ですね。ちょっと C の方が高いように見えますけど、この高さを H としたときに、簡単に言えば、A の地点ではこの手で当然止めていますので、速度は0ですけども、これを離すと、まあ、落ちる勢いがついて、B のところ、一番低いところで速度が最大になりますね。A、B、C は、等速度ではなくて、つまり同じ時速、2キロとかそういう同じ速度ではなくて、加速しますね。で、B が一番グワーンと速くて、また A の反対側の地点 C のところになると速度がほぼゼロになるので、まあ、簡単に言えば、これはまあほとんどダンスには関係ないことですけども、この高さ、H の位置エネルギー、MGH というこの破壊力のようなものは、一番下の地点ではその位置、のエネルギー、つまりそこに存在するエネルギーとしてはゼロになって、代わりに速度 V として2分の1 mv 事乗というエネルギーになりますので、まあ直接は関係ないんですけれども、この時の速度もし V を求めるならそこにあるように mgh イコール2分の1 mv 事乗となり、 m を両方ありますので消して gh イコール2分の1 v 2乗で、 v 2乗は両辺を2倍して 2gh ですから、V は、ルート 2GH となるわけですけれども、まあとにかく、この鍋底の一番下の部分では、グワーンと速度が一番すごく速くなると、加速度的に速くなると、そして、地点 A とか C では0になると、こういうことを理解されればいいのではないでしょうか。はい、このようにですね、なるわけですね。そうしてもうどんどん話を進めてまいります。まあ今これ僕はこれを持ってしますけども、これはまあ
そうですね、例えば自分の腰だと思ってもいい。しかし自分の腰、まあ、男性でも女性でもね、自分の腰だと思うと、今ここに僕の腰があるわけですから、これはこの中には入りませんからね、これはどう見ても自分のじゃないと思うかもしれません、であれば、別に今ホールドしてるわけではないので、まあ、カップルのね、中心というか2人の腰だと思ってもいいし、男女の合わさった腰だと思ってもいいし、また、今僕は一応男性しますので、パートナーの腰だと思ってもいいですが、そうすると私こんなに太くないわよと言われそうですけどもね、蹴飛ばされそうですが、例えばの話ですからね。でこれを今こういうふうにね、ワンツーとしてみますと、例えば皆様がよくご存知のナチュラルスピンターンでちょっとしてみましょうね。予備法をこう取りまして、ワンツースリーですね、ワン上がってワンツースリー、そしてリバースターンね。だからとにかくワンツースリー、ワン上がってオン、チャチャオン、チャチャね、リバースターンの後半なんかでも潜ってギュン、そしてふわっと上がってまた降りて、ワン、ツー、ふわっと上がって降りて、スリー、ワン。ホイスクシャッセなんかもこうですね。ワン、ツー、スリー、そしてグン、チャーチャー、ちょっとカメラから外れてしまうので、向きを変えますが。ね、ワン、ツー、スリー潜って、ワン、ツー、アップ、ふわっと来て、また。そしてホイスクとか、ウィー、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーね、これは実際の椅子ですからね、結構重い、息が切れてしまいますが、まあ、とにかくですね、今お見せしたように、ね、ワン、ツー、でしかも、先ほどちょっと図で解説したように、ツーのね、2の一番高いところで、の、を、まあ、基準にすればですね、基準じゃなくて、そこと、それからこのスイングの一番低いところね、ここを例えば高さ0にすれば、ここの一番最大点ですね、この差の、要するに位置エネルギーが全てこの速度のエネルギーに変わるので、ここが一番速いとグワンとくるので、あんまりそのまあウィングでもなんでもそうですけども、等速度、同じ速度でワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーとするのでは、なくてですね、ここからスリー、ここからグワンとこの結構ここを速くしてワン、そしてツー、ふんわりしたらまた グワンと来ていくよう、そしたらまたブーン、ふわっ、ギュン、ふわグワンと、ね、だから下のここが一番速く、ブワンフワッ、ブワンフワッと、こういう速度をね、同じ速度で、こういうふうにのんびり振るのではなくてね、一番最、低いところですね、最低と言いますかね、最低というとなんか悪い意味なようなふうになってしまいますが、一番低い、高い方ではなくて低い方ね、ここが、ブワンと、速度が一番速くなるわけですね。そしてまたゆっくりになってふーっと上がって、こうきます、最初の方でもね少し言いましたように、まあ、競技会のなどでそういうふうに結局ね、今この、そうそう、まだちょっと言葉不足でしたけども、ほこりが、まあ、ほこりがついてしまいました、いつもね、ね、ここの結局今説明しましたように、まあ、男性の腰だと思ってもいいし、女性の腰ももちろん含まれますから、カップルとしてのこの、腰部分ですね、やはり腰が動きの、まあ、要になりますからね。で特にスタンダードの場合、基本的にはまあスウェーとかかかったりしますが、基本的には腰の上に、上半身が乗ってるだけですからね、あんまりこういうふうにぐちゃぐちゃ動きませんもんね。ですから簡単に言えばもうお人形さんのように乗ってるだけなので、結局腰がこういうふうにグーンと来て、ブワッとね、ワン、ツーと動けば、頭もこのグリップも肩も全部同じように、この先ほど持ってお見せしたね、これのようにグーン、ブーッとこういうふうに行くので、これは
腰だと思ってもいいし、頭だと思うとね、頭も結局はブン、ブン、パーパーとか、ビューン、ふわ、ボン、こう動くので、頭とか胸とかね、どこのコース、軌跡だと思ってもいいわけですが、たくさんのことを説明したいので焦ってますけれども、競技会とか見るとどうしてもね、ホールドガチガチにしてしっかりこう動こうとかね、いうことになりますから、なんとなくこのワン、ふわーなんてやってると、速度が遅くなって、ね、その間に隣のカップルに追い抜かれてしまうんじゃないかとか、そうするとなんとなくワン、ツー、スリーというふうに、まあ、ツーのね、ふんわり上がるのも、おろそかにしてですね、どん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 、ね、もうシャッセなんかでもそうですけどもね、ワン、ツー、アン、スリーと走り抜けるようにね、していって、今言いましたように、ワン、ツー、アン、スリーなんて言ってるとね、隣のカップルに追い越されてしまうんではないかという恐れとか懸念があって、とてもそんなゆっくりしてられないような気がするかもしれませんけれども、そうではなくてですね、そうではなくて、ちょっと待ってね、耳が痒くなってきました。例えばですね、予選で十何組のカップルが踊っているとしますね。そうすると審査員はとりあえずは、漠然と見ているわけですね。細かくですね、それぞれのカップルが何をしているか、どんなステップをしているかっていうのは分かりませんもんね。というと誤解があるといけませんけど、もちろんじっくり見れば、熟練した審査員ですからね、例えばフォーラウェイリバースからテレスピンをしている、ホイスクシャステからね、右回転トントン、ナチュラルターンから右回転していると分かりますが、そういうふうに見ても意味がないので、とりあえず特に予選の時は、早く落とすカップル、残すカップルを選ばないといけないので、見てます。一つの見方、これは審査員によりますし、ケースバイケースですから、一概には言いませんが、まあでも、結構平均的なね、一つの観点として、むしろ、ぼんやりとこう見てるわけです。そして今言いましたように、まあ、例えば頭なり、肩なりを見ますね。足元っていうのは、混雑してると見にくいですからね。ですから、もちろんフットワークは重要。最重要という審査員の方もいらっしゃいますから、それはもちろん足元も見たりしますが、細かく見るのは、準決勝と決勝で見ればいいので、まず漠然と見ます。そうすると頭などを見たときに、先ほど言いましたように、ワン、ツー、スリー、ワン、ツーというふうにですね、もちろんワルツですからね、クイックのように走り回るわけではありません。ですから、スピードがあると言っても、ゆったり雄大であるということが重要ですね。高速道路を運転するような、そういうスピードとはちょっと違いますね。なので、例えば頭とか肩がですね、そういうふうにちゃんと音楽に合って、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、ツーでふんわり上がってからまた、ワンと行くと。ね、なんか、ワン、ツー、スリーというふうに、すべてをスピーディーに走り抜けていくような感じ。まあ、ステップによってはね、多少フォーラウェイリバースからテレスピンなんかはそういう、走り抜けていくって感じがあってもいいんですけども、ウィングとかですね、平均的な感じはやはりこう、雄大な波を作りたいので、そういうものをやっぱりうまく表現している、ちゃんと正しく踊っているカップルというのが残るわけです。で、そしてあと一つ重要なことはですね、例えば今ここでもしましたが、先ほどからね、あんまりゆったり踊ってると、他のカップルに抜かれてしまうんではないかという危惧があると思いますが、むしろ逆ですね。ゆったり踊るというか、スピードをつけなくていいわけですからね。そして、しかも正確にその、まあ、振り子の軌道ですね。放物線とはちょっと違いますが、振り子の軌道ね。これを、ボン。まあ、多少ステップによって、その回転のステップであるとか、シャッセのようにほぼ直線です。その間によって多少軌道が違いますが、まあ、ほとんど一緒ですよね。だからその、ワン、ツー、スリー、ワンという正確な、まあ、振り子ですから、一種の円弧ですよね。振り子は中心があって、こう、同じ半径で円を描いているわけですからね。ですから、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、フワ、ツー、ワン、エン、ツーというふうに、腰が正確にそういう円弧、そして、低い方でグワンと加速をつけていくか。これは正確な軌道を描くということですから、基本的には
あんまりその筋肉が強ければできる、まあ、もちろん運動神経はないよりはあった方がいいでしょうけれども、体で表現することですからね。でも、さっきよりね、それを追い越していこうとするならばもっと馬力をつけてバーンと行くわけですけども、そうではなくて、あくまでちゃんとその正確なコースを作って、ここでむしろ一休みすればいいので、一番上の2のところは、ワン、ツー、スリーというふうに、ふわっと一回休めばいいぐらいなので、まあ簡単に言えば、筋肉が強いとか、そういうスポーツ的な面とちょっと違うんですね。だから努力すればすぐにもこれはできます。競技選手で複雑なルーティンを踊るような競技選手であれば、これは結構楽に。意識さえしてきちんと練習して、そして今はスマートフォンとか iPhone ですぐ動画が撮影できるので、レッスンの後とか途中に誰かに自分たちを撮影してもらえば、そういうふうに腰とか頭がね、綺麗にちゃんと振り子の軌道を描いているか、そして下の方がグワンといって上の方でふわっと落ち着いているか、ゆったりしてね、そして次に行くかというのがすぐチェックできますので、これはなかなか盲点というかね、なかなか、意識して練習されるといいですね。では具体的にちょっとね、見ていきたいと思います。ではちょっと重いんですけどね、これはね、これを、やっぱり全体を通してお見せするためにはある程度ね、遠くから、遠くというか広いところを映さないといけませんのでね、これをまあ最初の、足型でね、例えばその一つの例としてね、ちょっと解説したいと思います。まずね、ナチュラルターンから、ランニングスピンターンですね。これですから1、2、3、1、2、ね、そして3でも5つ、1ふわっと上がって1と2、3、もしくは1、2と3でもいいですが、ランニングスピンターンですね。だから1でグワンと少しで3で低くなってますから、1と、ここでふわっと2で上がって落ちて1、2、3とですね、また1で、鍋底といいますか、3、1、2、3とですね、これはまあ、細かく言うとライズする点が3エンドの3とになりますからね。そしてバウンスフォーラウェイですね。1と2、3、1、2、3ね。で、次にスローウェイオーバーセーに入るので、これはもうライズがありませんから、1、こっち向きにしますとですね、これかな。1と2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3ですね。そしてちょっと向こう行きますね。そして1、ホーバーして、オープンナチュラルターンから、シャステロールですが、3、1、ふわーんと上がって、1、2と、ふわーん。そして、まあ今の場合はアラビスクライン、エロスラインに入りますね。ちょっと音楽に合わせてやってみましょう。
こんな感じですね。とにかく3-1-2 3-1-2というのをね、しっかりできるようにしましょう。はい、それでは第1回目をやってみたいと思いますけども、先ほど説明しましたようにね、この、まあ、女性の腰もしくは自分の腰がですね1-2-3と綺麗なコースをなるべく、まあ、綺麗でなくてもいいんですけど、とにかく明確な波をね描く、上下運動を描くと、その腰とかね中心がね、それをまず意識したいと思いますね。なのでまあ例えばここで、ランニングスピーター最初にしますと、まあだからね、このこういうふうに、まあ、できればお互いよく分かればですね、相手の腰を持ったりとかも可能ですけど、まあとにかく、ね、1-2-3そして沈んでふわっと上がる、少し沈んでここでふわっと上がる、また沈んでふわっと上がる、そしてまた沈んでふわっと上がる、ね、そういうのを意識しましょう、ね、1-2-3ここでふわっと上がって、また潜ってビュービュン、まあ、そしてギュンチャッチャッと、ね、これ上がって降ります。そして1-2-3、ね、そして次はあの、ね、バウンスフォーラーウェイからしましょう。バウンスフォーラーウェイ最初はあまりここと上がるのに1-2ここで上がって降りますね。降りてそしてスラウェイ合わせに入りますから、ここはまあ普通通りでいいですね。ここはとりあえず少し低いままこう来て、そしてパッとチェンジをしてガチョンと女性が乗って乗って、でライズしてピンピンに行きますね。そうするとまた通常の波を作るので、オープンナチュラル1-2-3 1-2上がって、そして少し沈んで上がってぐるんで、ギュン少し上がって、そしてね、ちょっとカメラから外れちゃったかな、1-2-3少し潜ってポコッと上がって、潜って上がって上がって、そしてシュー、ね、これはピッチャーポーズですから頭を遠くして、そしてバーン、ね、これはまあどちらでもいいですが、もう一遍リカバーするということですね。ですからこういう感じで、自分の腰でもいいし、相手の、ね、腰でもいいので、1-2-3ね、ボン、ふわ、そしてズーム、パッパッ、で、サイドロック。で、バウンスフォーラウェイから、スローアウェイ合わせをして、で、また上がって、ワン、ふわ、そしてシャッセロール。上がって、ボン、回転を2で上がって、シュートね。行くというふうに意識してもう一回やってみましょう。まずシェイクして